俺の名前は松山太一。今年で27歳になった。職業はウィンドウデコレーター。ちょっと聞き慣れない職業かもしれない。ショーウィンドウのディスプレイやイベント会場のコーディネートなど結構仕事は幅広くある。フリーランスで個人事業として働く人が多い中、現在俺はディスプレイ専門会社に勤務している。フリーでやっていく自信がないのかと言われると、そんなことはない。ただ、学生時代に先輩から紹介された会社をなんとなく辞めづらくて居続けているのが現状だ。多分俺は人より優柔不断なのだと思う。大きな決断を自分でするのが苦手だ。最近は俺を指名しての仕事依頼も増えているが、どうしても安定を捨てることができない。そんな自分にイライラする毎日だ。俺の得意とする仕事にショーウィンドウの季節ディスプレイがある。今回は老舗百貨店からの依頼だった。閉店間際から作業をする人も多いが、俺は完全に閉店した後に作業を行う。翌日の開店前に再度の確認って感じだ。今回は冬のディスプレイ。まだクリスマスのディスプレイじゃない。期間としては短いものだからお任せで、と依頼が来る。俺はこのお任せが大好きだった。仕上がりを見て目を輝かせる依頼人の横顔を眺める。俺の仕事のやりがいのうち 90% はこの瞬間だ。残りの 10% は生きるためのお金かなって思う。仕事の終了を担当者にスマホで連絡し、従業員の出入り口から百貨店の外へ出る。秋の終わり、冬の始まりって感じの空気が俺は好きだ。少し遠回りをして帰ろうとお気に入りの道へ俺は足を向ける。まだ時間は22時前。少しずつ水客が人の流れに混ざってきている時間だ。俺が気に入っているのは石畳の歩道。両脇にはたくさんのショーウィンドウ。それぞれの店舗の人がディスプレイしたり、俺のようなプロに依頼したりと店舗によって全く違う。同じ季節のディスプレイでも店舗によって作る人間によってテイストが変わる。それを眺めて歩くのが俺は好きだった。ゆっくりとショーウィンドウを眺めながら歩く。明かりが落とされているところも多いが、ライトアップし気合が入っている店もあった。眺めていると同業者の誰が担当したものか分かってしまうから不思議だ。多分先輩の仕事だろうと思われるショーウィンドウの前で俺は足を止める。先輩らしいゴージャスなディスプレイだった。その時、カツカツと高いヒールの音が聞こえてきた。力強く迷いのない音だなってなんとなく耳を奪われる。意志の強さってこういうところに現れるって俺は常々思っていた。その足音が俺の横を通り過ぎようとした瞬間、ガクッと人影がかしぐ。俺はとっさに腕を差し出した。なんとか転倒を防いだような姿勢になる。すみません、ありがとうございます。俺の腕の中で女性の声がした。ゆるく髪を結い上げて、アンダーリムのメガネ、真っ赤なリップが彼女の強気な姿勢を象徴している。いかにも仕事ができるって感じの女性だった。ヒールが引っかかっちゃって。首を後ろに向けて自分のヒールを確認する。確かに細いヒールが折れてしまっていた。この石畳ではよくあるアクシデント。怪我をしなくてよかったです。彼女に肩を貸しながら俺は言った。高いヒールを履いているからだと思うけど、そこそこ身長がある俺と目線が同じで少しだけ驚く。以前付き合っていた女の子も身長が高かった。それを気にしていつもペタンコの靴を履いていたことを思い出す。まだこれから接待があるのよ。困ったわ。彼女は折れたヒールを見つめて、困った。というよりは、うんざりといった顔をしている。
細い指で肩をつかまれたままの俺はなんだかドキドキしてしまうけど、彼女は全く気にしていない様子。ぽっきりと折れた細いヒールを見て、俺ははっと思い出した。靴のサイズは？突然の俺の質問に、23センチ、と、けげんそうに彼女が答えた。23センチなら、ちょうどよかった。俺は片手に持っていた紙袋の中からハイヒールを取り出す。それは、細い10センチヒールの黒いハイヒール。よかったら、これどうぞ。俺が差し出すと、彼女は俺とハイヒールを交互に眺める。そして、ふわっと笑った。なんだか、花がパッと開くような笑顔でドキッとする。ありがとう、助かる。ぽいぽいと折れたヒールを脱ぎ捨て、彼女は俺が差し出した靴に履き替えた。カツンとその場でヒールを鳴らし、履き心地をチェック。ぴったりよ、ありがとう。今回のディスプレイに使おうと思っていたが、結局は使用しなかったハイヒールが、こんなところで役に立つとは。これ、彼女の？違いますよ。新品だから。上目遣いに尋ねられて、俺は慌てて答えた。自分の仕事はウィンドウデコレーターで、このハイヒールは小道具だと説明する。なるほどね。このご恩はいつか。お名刺いただけます？少しだけ首をかしげて笑う彼女だけど、有無を言わせない迫力があった。俺は逆らえず名刺を渡す。彼女は大切そうにそれをしまう。ありがとね、松山さん。彼女はそう言い残し、ひらひらと手を振る。彼女の後ろ姿をただ眺めるしか俺はできなかった。俺の手元には、ヒールの折れたハイヒールだけが残る。彼女の名刺をもらえばよかったと、家に着いてからめちゃくちゃ後悔した。彼女に出会ってから、一ヶ月が過ぎた。彼女のヒールが折れたハイヒールは、俺の部屋にひっそりと置かれている。なんかディスプレイで使うこともあるかなって、いろいろなものを集めるのも職業病かもしれない。これを持っている限り、また彼女と再会できる。そんな、おまじないじみた気持ちがあった。何度か同じ時間帯に石畳の道を通ってみたけど、彼女の姿を見つけることはできなかった。無意識のうちに石畳の道へ足を向けてしまう。彼女と出会った日曜日の夜に石畳の道を通るのが気づいたら癖になっていた。そんな時、事件は起きる。その日の仕事はイベントの会場コーディネートだった。綿密に担当者と打ち合わせをし、万全の体制を整える。冬の出会いをコンセプトにした婚活イベント。緊張がほぐれるように柔らかいクリーム色と少しだけくすんだピンクと薄いブラウン。イベント参加者の年齢は30代が中心という話だった。落ち着いた雰囲気を大切に全てを手配したはずだった。しかし、会場を飾るために届けられた切り花を見て呆然とする。わざわざ季節外れのチョコレートコスモスを何とか用意してもらえるように手配したのに、届いたのは、なんと、色とりどりのガーベラ。え？これは？搬入される備品の色彩はカラフルで、打ち合わせをしたものとは全く違う。おい、何をぼーっとしてんだよ、仕事しろよ。呆然としている俺を怒鳴りつけてきたのは、職場の先輩上司だった。おいおい、打ち合わせ不足か？大幅に変更になったって連絡しただろ？上司はわざと大声で喋り、イベントの主催者に俺がミスしたように見せかけている。最近、この上司は何かと俺の仕事を妨害してくるのだ。今回のように変更事項を担当である俺に伝えず、勝手に処理をする。いつもなら当日の前にはそれに気づき、対策を練ることができる。今回は俺もぼんやりしていたところがあった。まんまと上司の罠にはまったってわけだ。俺は
イベント担当者のところへ急ぎ、新しい仕様書を確認する。こう大幅に色を変更されては、思い描いていた会場コーディネートは難しい。コンセプトの大幅な変更があったと聞きました。俺は潔く頭を下げ、改めての説明を求める。イベント担当者は真っ青になっていた。お怒りはごもっともだけど、今は時間がない。とにかく今、自分ができる最高なものを作ると俺は約束をする。ほとんどが変更された会場と備品を眺め、俺は一気に会場コーディネートを作り上げる。あとは、人海戦術だ。いつも手伝ってくれているアルバイト君らに指示をしていく。何度も俺と仕事をしたことがある彼らは、俺が全てを言わなくても分かってくれる。むしろ邪魔をしているのは会社の正社員たちだ。何の役にも立たず、ただただ邪魔なだけ。上司は彼らに絡むだけで本当に邪魔でしかない。優秀な彼らの働きで何とかイベント開始時間に間に合った。ポップな感じに仕上がった会場を見て、イベント担当者が満足げにうなずいてくれる。今回は弊社のミスで大変ご迷惑をおかけしました。改めて頭を下げる俺に、イベント担当者は首を横に振る。こんな素敵な会場を作り上げてくれて感謝しています。みんな緊張が解けていくみたいよ。イベント参加者が受付をして会場に入ると、緊張していた表情がみんな和らいでいく。口々に、綺麗、可愛い、素敵、と言い、イベントが始まる前から会話が弾んでいるようだった。松山マジックですよね。素敵です。自分の仕事が業界でそう呼ばれているのは噂に聞いたことがある。でも、直接言われるとまだちょっと照れくさい。ありがとうございます。これからも精進します。俺は深々と頭を下げて担当者に感謝した。難を乗り切ったと思ったものの、俺はこの直後、会社をクビになる。上司が社長に言いつけたのだ。俺が仕事を怠慢し、クライアントに迷惑をかけたと、あることないこと言い上げたらしい。俺は社長に呼びつけられ、社長室に入った途端、頭ごなしに怒鳴られた。俺の言い訳なんて聞く気は全くないようで、明日から来なくていい、と言い捨てられる。社長の横では上司がニヤニヤと笑っていた。その顔を見た途端、会社に勤めることに対する未練が一切なくなってしまう。安定した給料とか、安定した生活とか、全部もういいかなって思った。今までお世話になりました。俺は社長室を後にする。給料を受け取りに来ていたアルバイト君たちが心配そうに俺を見ていた。俺は彼らにクビになったことを告げ、いずれ独立するからその時は力を貸してほしいと頭を下げた。すると、その場にいた全員が次々に連絡先を俺に渡してくれたのだ。口々に、いつでも連絡ください、と言ってくれる。ちょっと涙が出そうだった。そんな俺を社員たちは遠巻きに見ている。みんなあの上司が怖いのだ。俺は早々に自分の私物をまとめて会社を去った。会社をクビになった日曜日の夜、俺はまた無意識にあの石畳の道を歩いていた。多分、いつもより足取りは重い。その時、あのカツカツと力強いヒールの足音がまっすぐ後ろから俺に近づいてくる。足音だけで俺は彼女だと確信した。その場に立ち止まる俺。やっと会えた。そう言って俺の肩を叩いたのは、やはりあの彼女だった。やっとって、名刺を渡したじゃないですか。嬉しい反面、連絡をくれなかった彼女に少しだけ拗ねたような気分になる。すると、彼女はにやりと笑う。だって、そんなのドラマチックじゃないもの。偶然に再会した方が素敵じゃない？あっという間に彼女のペースになった。俺は彼女に靴のお礼がしたいと誘われるまま、
彼女の行きつけのバルへと連れて行かれる。カウンターに座り、改めて彼女は自己紹介をする。彼女の名前は中村かな子さん。出版社で働いていると名刺をくれた。肩書きが営業部長で驚かされる。仕事ができる女性っていう第一印象は間違ってなかったらしい。じゃ、再会を祝して、乾杯。シャンパンが好きだという彼女はあっという間に一杯目を飲み干してしまう。俺はあまり酒は強い方じゃない。でも今日は飲みたい気分だった。彼女に付き合っているうちにどんどんピッチが上がっていく。どれだけ飲んでも顔色一つ変わらない彼女に対し、俺はベロベロだ。たった2回会っただけのかな子さんに、本日職場をクビになった話をする。昼間の出来事を話していると悔しさがこみ上げてきた。彼女は俺の話を真剣に聞いてくれている。後半はほとんど愚痴だったと思うけど、彼女は嫌な顔一つしなかった。俺は酒の力を借りてって感じで、本当はずっと独立したいと思っていたことも話した。そっか、大変だったね。優しく言われ、ちょっと泣きそうになってしまう。きっとこれから信じられないぐらいあなたの人生が変わるかもよ。そんな彼女の言葉を最後に、俺の記憶は途切れた。気がついた時は自分のアパートのベッドの上。どうやら彼女が酔いつぶれた俺を送ってくれたらしい。せっかく彼女と過ごした夜だったのに、途中から記憶がないなんて、もったいないことをした。俺はそっと部屋に置いてある彼女のヒールを指でなぞった。すると、以前は感じなかった違和感がある。なんだろうと思い、ハイヒールを覗き込むと、折れたヒールの下に彼女からのメッセージがあった。あ、連絡先が書いてあるんだろうなって思ったけど、俺の期待はあっさり裏切られる。彼女からのメッセージは、酒は飲んでも飲まれるな、だった。酔った俺を家の中まで送ってくれた時に置いていったらしい。かな子さんらしくて笑えた。だけど、俺から連絡をしたい時はどうしたらいいのか。会社に押しかけるわけにもいかないし、石畳のあの道に通い詰めるしか方法がない。あのバルに行けば偶然会えるのだろうか。そこまで考えて、俺ははっと気づく。彼女に夢中になっている自分に気づいた。でも相手は大手出版社の部長さんで、現在の俺は無職の男。高嶺の花とはまさに彼女のことのように思えた。早く仕事をどうするか決めないと、彼女に告白することもできないような気がする。俺は大学時代の友人たちに連絡を取ることから始めた。数日後、朝早くからスマホの着信音で起こされた。画面上には元上司の名前が表示されている。出たくないので無視をしていたが、元上司からの鬼電話続いた。たまりかねて電話に出ると、焦った元上司の声が聞こえてくる。おい松山、すぐ会社に来てくれ。は？クビになった俺に何の用事があるというのか。なんでですか？と尋ねても上司の説明は要領を得ない。とにかく会社に出てこいの一点張りだ。あまりにしつこいのでとうとう俺が折れる。わかりました。すぐ行きますから。これ以上上司の話を聞いているのも嫌で、俺はそう返事をして通話を切った。また面倒なことになってるんじゃないかと少しだけ不安がよぎる。とりあえず、行くと言ったからには行かねばならない。俺はベッドから起き上がり、洗面所へ急いだ。久しぶりに来た会社は、以前よりもすさんだ雰囲気になっていた。俺が到着するのを待ちかねていたらしい元上司が血相を変えて駆け寄ってくる。やっと来てくれたか。大切な話があるんだ。そう切り出され、
嫌な予感しかしない。応接セットに通され、目の前に社長が座る。首を撤回させてくれないか。社長の言葉は耳を疑うような言葉だった。てっきり何かの苦情だと思っていた俺は肩透かしを食らったような気分。あれだけ人を怒鳴りつけ、弁解も聞かないまま解雇したくせに、今更何を言い出すのかと笑いがこみ上げてくる。はあ？今更何ですか？俺をクビにしたのは社長ですよ。思わず本音がこぼれてしまう。社長は俺の言葉に顔をしかめた。後悔をしているとその顔には書いてある。何か状況が変わったらしい。実は困ったことになっているんだ。社長はそう話し始めた。俺がクビになり、この会社を退職した途端、クライアントが次々に離れていっているそうだ。会社の存続に関わるほどに仕事が激減しているらしい。事務所のすさんだ空気の原因はこれだったのかと思った。契約を断ってきたクライアントは皆、二言目には君の連絡先を知らないかと聞いてくる。他の者では話にならないと言うんだ。社長はとうとう頭を抱えてしまった。俺を首にした手前、呼び戻すなんて絶対にしたくないのだろう。社長はプライドが高い人だった。あれ？俺が仕事を辞めたことをクライアントさんには一切連絡してないですよ。大学時代の友人たちには仕事を首になったと連絡してバイトを探していたけど、どこから俺が退職したことが漏れたのか俺は首をかしげる。君が退職してフリーになるらしいと大手出版社の部長が大々的に話しているらしい。社長は、君のコネじゃないのか？と責めるように言った。大手出版社の部長が直々に俺の退職を触れ回り、その上独立するかもしれないと業界に広めている。この手札は、かなこさんだ。俺のことを業界に売り出してくれたのだろう。それが以前のクライアントの耳に入り、会社との契約を解除するに至ったわけだ。もともと、俺を指名しての契約も多かったのも事実だし、遅かれ早かれ今の状況に会社は追い込まれただろう。戻ってきてくれるね。さも当たり前のように念を押されて呆れてしまう。どうして俺が、はい、戻ります、と言うと思えるのか不思議だ。いいえ、会社に戻る気はありません。独立してやっていこうと思っています。はっきりと二人の前で宣言すると、なんだか清々した気分になった。その後、二人の説得は一時間ほど続いたけど、俺の意思は一ミリも動くことはない。どうやらアルバイト君たちも次々に辞めているらしい。俺が独立するらしいから、というのが理由だそうだ。この会社で働くより、俺と働きたい。上司ははっきりそう言われたと教えてくれた。延々と説得は続いたが、なんとかそれを振り切り、会社を後にする。もう二度と来ることはないなって思った。不思議なくらい身軽な気分。俺は自分で自分に足かせをはめていたことに今更ながら気づかされる。一歩を踏み出すのはこんなに簡単なことだった。駅に向かって歩いている途中、スマホが鳴って着信を知らせる画面には知らない番号が表示されていた。恐る恐る出てみると、相手はかなこさん。ちょっとは恩返しできたかな？確信めいた声で言われ、ちょっと笑いそうになる。耳が早いですね。やり手の武将みたいだ。会社を後にした途端、俺のスマホが鳴ったのは偶然じゃない。俺はそう確信している。方々に草のものを放っているから。かなこさんはそう言って笑った。彼女ならやりかねない。多分、俺が勤めていた会社の内部にも彼女と通じている者がいるんだろう。連絡先、メモに書いていると思ったのに、メッセージだけなんてひどくないですか？メッセージを思い出し、少しだけ嫌味を言ってみる。すると彼女は、スマホを見ろと言ってきた。なんだろうと思い、
スマホの後ろを見ると、走り書きで携帯番号が書いてあった。ちゃんと教えたよ。ベロベロに酔ってた君にね。消えないように油性ペンで書いたのに、というかなこさん。スマホケースをつけていないので、直書きされたことになる。え？これ消えます？え？消す必要があるの？どこまでも強気なかなこさんの言葉に、俺は苦笑い。この人には勝てそうにない気がする。ところで、お仕事の話なんだけど。突然ビジネスライクな声を出し、改まったかなこさん。俺に大きなチャンスを与えてくれた。かなこさんの勤務する大手出版社の専属として契約することになったのだ。まだ何も決まっていない俺に、それは信じられないくらい大きな仕事。契約を結びたいので、ご足労願いませんか？かなこさんはそう言って笑った。あれから数年が経った。業界内で俺の名前は知れ渡り、仕事は後を絶たない。一人では仕事をさばききれなくなり、早々に起業し、事務所を立ち上げた。以前一緒に働いたアルバイト君たちが、現在は俺の会社の社員として働いてくれている。事務仕事を任せる相手もでき、俺はデザインの仕事にもっと集中できる環境となった。会社に勤めていた時とは違う。忙しいけど、充実した日々を過ごしている。かなこさんとはあれから仕事上のパートナーだ。私生活でも良い関係だと思う。俺が会社を立ち上げた頃、付き合ってほしいと彼女に告白をした。あっさり承諾したかなこさんが教えてくれた秘密がある。実は俺のことを以前から知っていたらしい。俺が作り上げるディスプレイが超好みだったそうだ。初めて本人を見たとき、顔も超好みでビビったわ。石畳の道で会ったときも、すぐに俺だと分かったらしい。だったらあの時教えてくれたらよかったのに、と言うと、彼女は、チッチッチッと舌を鳴らして指を振る。そんなの、ドラマチックじゃないじゃない。俺は、彼女の手のひらの上で転がされていたというわけだ。今日の仕事は、ブティックのショーウィンドウ。バレンタインの時期にちなんで、とのご要望だった。出来上がったショーウィンドウを眺めてから、俺はかなこさんに連絡をする。出来上がりをチェックしてもらいたい、と言うと、すぐに行く、と言って電話は切れた。石畳の道をカツカツとヒールの音が響いてくる。夜に映えるわね、ここのショーウィンドウは。そう言いながら、俺が作り上げたショーウィンドウを確認するように覗き込む。そして、何かに気づいたように俺を振り返った。覚えてる？ショーウィンドウの中央にはヒールの折れたハイヒールが飾られている。コンセプトは、最愛の人との出会い。俺はそう言って彼女に笑いかける。俺の言葉に、かなこさんはにやりと笑った。クソ生意気になったわね。酔ってメソメソ泣いてたのが嘘みたいね。からかうように言って、もう一度ショーウィンドウに目を戻す横顔は、幸せそうな表情を浮かべている。俺はそっと、最後の秘密兵器を取り出した。そして、かなこさんの足元にひざまずく。本当なら、給料3ヶ月分の指輪なんだろうけど、君にはこれだよね。そっと、彼女の片足からハイヒールを脱がせ、信じられないくらいに高くて驚いた。ルブタンのハイヒールを彼女の足に履かせる。彼女は嬉しそうに目を細めた。もう片方の足もうやうやしくハイヒールを履き替えさせていると彼女が言った。ねえ、今の私、シンデレラみたいじゃない？少女のような彼女の言葉に俺はちょっとだけ笑いそうになった。そんな俺に気づかずに、かなこさんは無邪気にハイヒールを眺めている。そっか。じゃあ俺たちはハッピーエンドなんだ。上目遣いで彼女を見上げると、頭の上からチッと舌打ちが聞こえてくる。彼女の舌打ちは照れ隠しだ。本当に
クソ生意気になったわね。そう言って、俺の頭を抱きしめてくれる。本当は、俺の方がシンデレラだと思う。新しい世界に踏み出す一歩を与えてくれたのは、彼女だ。あの時折れたヒール。俺たちにとっては、一生の宝物だと思う。いかがでしたでしょうか。チャンネル登録をしていただくことで制作の励みになります。ではまた次の動画でお会いしましょう。